レナス・バルキュリアよ。あなたはなぜ分かってくれない。あなたを支配するにふさわしい力を求め、過去に活路を見出したというのに。許せない。そんな身勝手な理由で、私たちの世界を、私たちの暮らしを壊してしまうなんて。貴様をめちゃくちゃにしたのは私ではない。オーディンだろ？貴様も、貴様も、みんなそうだ。みんなオーディンにめちゃくちゃにされた。私は一方で貴様らを、その無念から解放してやったのだ。誰もそんなこと頼んじゃいねえぞ。なるほど。私の存在がもたらす未来への変化に興味はないということか。ならば私はひたすら欲望の赴くままに。また王子の秘宝か。よせ。転生先も召喚先もないこんなところで術を発動したら3人はどうなる。あなたと私、どちらがこの世界の創造主か、そろそろ理解させて差し上げましょう。私は今ここに最後の願いを叶えるんだ。あなたと一つになるという。大丈夫か、おい。痛みを感じる。しっかりしろよ。不死者らしくないぜ。急がねば。レナスが危ない。そうは言っても、今の俺たちじゃ同じことの繰り返しだろう。こいつらも頼りにならないしな。無駄だ。そいつらは浮遊する魂とは違う。王子の秘宝の呪縛から逃れられない行き場を失ったバルキリーの精神だ。いずれ消えゆく。戦力が残された俺たちだけってことか。いや、レナスの魂を取り戻せば新たな戦力を生み出せる。レザードはレナスと融合する気でいた。その前に私を器にして三姉妹の魂を融合させ、バルキリーの力を一つにするのだ。その力ならばレザードに対抗できる。
そこまでしなきゃならないのか。みんな見たはずだ。敵はオーディンをしのぐ神なのだ。私を器にさせてください。何を言い出すかと思えば。シルメリアを肉体に宿すのとはわけが違うぞ。器も含め四つの魂を融合させ、全く別の魂を持つ存在に生まれ変わるのだ。かつて私がディランという男と融合し、自らの存在を隠したようにな。彼女たちと一つになることで私が望む未来を得られるのなら、私の人格が飲み込まれ元に戻れなくなっても構いません。その肉体では負担が大きすぎる。長くは持たないだろう。傷を負ったあなたではなおさらです。肉体が崩壊すれば魂も消滅するぞ。構いません。軽々しく言うんじゃねえ。俺とお前とどれだけ辛い思いをしてここまで来たか、よく考えろよ。考えたの。考えてたのよ、ずっと。小さい頃からずっとシルメリアから離れたいと思っていたのに、その願いが叶った時私は空っぽだった。その時初めて思ったの、シルメリアが必要だって。覚悟は分かった。ルーファス。もう言うな。俺も分かった。行きましょう。